です。まあ、自分がこのエコ賞をもらえたということより、チームが優勝できたことの方が今は嬉しいです。5年目にベリスに上がって5年目になるんですけど、まあ、なかなかホームで点が決められなくて、まあ、こうやってたくさんの方が来てくれた試合でこういう優勝が決まるという記念の試合でしっかり点決めれて勝てれて本当に良かったです。本当に勝利に貢献するプレーがたくさんありました。今シーズンのご自身を振り返ってはいかがですか？そうですね、まあ、今シーズンは去年から森さん2年目ということで、まあ、やりたいサッカーがすごいみんなに共有できていて、まあ、やっていても楽しいし見ていても楽しいというプレーがチーム全体でできて、まあ、結果がこうやって現れたのが本当嬉しいです。今日は浦和駒場スタジアムにお越しいただきありがとうございました。本当まだ2試合は残っているんですけど、こうやってホームで優勝を決めれたこと本当に良かったなと思います。で、今日はバックスタンドも開放していただいて本当にたくさんの方が来てくれてすごく嬉しいです。ありがとうございました。